おもちゃの国アリスへようこそ。天使のレイと申します。はい、シャープ456です。はい、今回ご紹介するのはですね、前回の最後の方に、ちらっと言いましたけど、ロボット魂の方をちょっとご紹介したいと思います。で、今回ご紹介するものと次回ご紹介するもの、この2つはまあ合体します。まあ、言っちゃうとも合体します。はい、で、そのうちの今日は片割れの方ですね。そちらの方をご紹介したいと思います。はい、それがこちらです。じゃーん。はい、ロボット魂ですね。の、サイド MS、まあ、サイドモビルスーツですね。の、ガンダム WX です。はい。こちらはですね、急遽購入しました。ちょっとね、とある事情があって購入しました。はい。それは、裏側の問題なので、特に関係はないです。こちらはですね、前々からちょっと気にはなってたんですけど、その当時は特に購入することなく放置していましたっていう感じですね。なので、ナンバー145、一番最新に近いやつとかだったら、180とか、そろそろ200に近いぐらいなんですけど、まあ、それよりも50個ほど手前のものという感じですね。なので、ちょっと時期が経ってるものですね。一応パッケージこんな感じ。で、側面がこう。で、裏。こういうことです。まあ、通常時これですね。で、パーツ交換、まあ、この携帯は本来は差し替えなしなんですけど、まあ、実際のこちらのロボット魂だと、まあ、この辺かな。この辺が差し替えになって、背中のこのやつも差し替え。これがね、わかんないですね。伸縮なのか、これももしかしたら差し替えなのかな。で、この携帯、ツインサテライトキャノンってやつですね。にすることができたり、ハイパービームソード。はい、腰についてるやつですね。とか、手持ちのライフルとシールドも付属しております。はい。で、反対側もこんな感じ。で、あと、トップとリア。こうなっております。はい。ではですね、こちら、側面から開けていきたいと思います。では、レッツオープン。はい。とりあえず箱から出したのがこの状態となります。はい。こちら本体ですね。で、これが背中の部分についているパネルのパーツ。この後ろに入っているのがツインサテライトキャノンの方針というか、まあ、サテライトキャノン本体と言いますか。で、ここに光害の手首ですね。で、ここにビームソードの刃。ここにビームソードのグリップ部分があって、実際に使用するときにはこの腰についているこれですね。これを取り外して手に持たせると。こっちをね。なので、このグリップ外さないでこれ持ってると2本以上持ってる話になるんで、これ取ってからこれを手に持たせるよみたいな、そういう形になります。はい。で、あとこの辺ですね。この辺を腕のやつを、まあ、差し替えたりして、まあ、展開していくと。で、肩のこのスコープ部分もそうですね。で、これシールドとライフルが入ってます。まあ、それだけですね。裏は特に何もないです。はい。ではですね、パーツ一式すべて、いつもの通りここに並べたいと思います。はい。パーツ一式並べ終わりました。はい。ここがビームソードの刃、絵ですね。で、交換用の手首、シールド、ライフル。で、これが背中につけるリフレクトバインダーってやつ。リフレクターだね。リフレクター。で、ツインサテライトキャノン。あと、下、こっち、これが足、腕用ですね。では、肩のスコープ。本来の肩のスコープっていうのが、この肩の中に入ってるんですけど、これもっと大型化されたやつですね。まあ、見た目用と言いますか。はい。しっかり固定できるためのやつです。はい。一応、付属品ではこんな感じ。では、いつもの通り、これ、ざーっとちょっと避けまして、まずこちら。はい。WX 本体です。まず、この状態でぐるり。はい、こんな感じです。で、一応、本来は、先ほどのこの、パネル、リフレクターですね。これを背中につけたり、サテライトキャノンですね。ツインサテライトキャノン。これもつけたりしてからやった方がいいんですけど、先にこの状態で可動範囲いきたいと思います。まず、頭部。頭部、真上。こんな感じ。お、首取りした。はい、下。下は、あまり向けないね。で、あと、左右の振り。一応、動かすことは、まあ、左右はこんな感じで動くんですけど、まあ、この、ヒゲみたくなってる、この、頬のところ、ここについてる、これが、これ普通のまんまだとこれ当たっちゃうんで、若干どっちかにずらしながら動かす感じ。左、
右に寄せるときに、そうしないと簡単に引っかかってパキッて折れるかもしれないです。ちょっとここの部分が注意が必要ですね。はい、次腕、はい、真上で真横、これちょっとね、腕のこれ交換ギミックの関係でちょっと外れやすいですね。真横こんな感じですね。普通に上げるとこれこういう感じ。反対も、うん、同じ感じだね。これは中の部分が完全に空洞になってるわけじゃないんで、こうやって肩だけの跳ね上げはいけるんですけど、一旦跳ね上げてあげればここまでいくんだね。だから肩を動かさないで上げようとすると右腕のこれが限界ですね。なので一旦肩跳ね上げてこういうことだね、してあげると横にはこれだけ動きます。でこう見た時にこの根元のグレーとこの白い部分でここでスイングすることができます。で肩の引き出し機構は特にないみたいですね。いやーポロポロ取れますね。グッと前に出すっていうことはできないみたいですね。はい、そして次腕は二重関節になってるんでここまで曲げることができます。はい、で手首がちょっと手首が変わってるね。手首はここのところでダブルボールになってるだけじゃ なってるわけではないみたいですね。あ、ここでひねれるかと思ったけどここでひねることもできないですね。これ手首取ると分かるんですけど、ここの中ですね、この中がこの可動、この可動ですね、この可動の他にこうひねってゆっとこの横のスイングですね、こう横のスイングになりました。ということでここの腕のこの中に入ってるのはSH フィギュアスとかみたいな感じですねのジョイントがここに入ってる感じです。なのでダブルボールみたいな感じでカクカクっと動かすよりはちょっとコツとかそういうのが関係しますね。はい、これは両手首同じ感じです。次ボディですね。ボディはここの左右と、あ、ここのボールですね、ここの腰の部分のボールジョイントでこうやってグリグリ動かす、そんな感じ。はい、であとサイドアーマーですね。サイドアーマーの接続もボールでつながってるだけですね。なので、跳ね上げ自体はそんなにできないから、マックスで開いてもここまでですね。あとフロントアーマーが、サイドアーマーの干渉がなければこんな感じで動かすことができます。はい、であと足の根元がこのちょうどねフロントアーマー、あ、ここで見えるね、ここでこういう動き方ですね。はい、で後ろリアが、あ、リア動いた、リアがこういう感じですね。中央のここの部分で一括で動きますね。はい、後ろにはねあんまり行かないっていうか、このサイドアーマーのつないでるところのフレーム、ちょっとハイパービームソードの刃で失礼、ここですね、ここの部分のところに干渉しちゃってますね。完全に前はいいんだけど後ろが行かないですね。後ろ完全にこれ当たっちゃってますね。だ前はいいんですけど後ろには当たる感じですね。はい、だからほとんど後ろ向きに足は行かないっていう、そんな感じです。はい、で、先ほどの見ていただいたこのグレーのジョイント、ここの部分でこうやって左右にひねることができる。そして足は二重関節になってるんで、はい、ここまで曲げることができるけどフロントリアですね、リア干渉しちゃってるね。まあこんな感じで、あと足首で動くのと、ここのガードもちゃんとサイドですね、ここの側面の部分でつながってるんでこうやって動かすことができます。で今動かしたとつま先も動きますね。はい、そんな感じとなっております。はい、でここの一番真ん中はビス穴、一個後ろここにある穴、こちらの方に魂ステージを取り付けることで宙に浮かしてあげることができるというふうになっております。はい、一応本体としてはこんな感じですね。144分の1の、プラモデルの方を組んだことはありますが、そのものと比べても格段に進化しておりますね。
こんな感じです。で、これから付属品関係の方ですね。そちらやっていきたいと思います。まず、こちら。パッケージに入ってる時から開いてるやつと、半分閉じてるやつ。これがあります。で、まずこちらですね。こちらの、まず中央のこちら。これを畳みます。そして大きい方を畳みます。はい。そして、こう見たときに、あんまり綺麗に閉じれないね。こう、カチッて入ったりすると非常に良かったんですけどね、こことか。うん、なんかこんな感じで開いてますね。真上から見ると、こう、ちょっと隙間ができちゃう感じ。まあ、ちょっとそれはいいとしましょう。まあ、横から見たときに、ここの下の部分ですね。この突起が出てる方、これが下になる感じですね。で、この状態で、背中のバック、バックパックのここのくぼみの部分にこう刺してあげる。はい。これで片側つきました。で、このパネル自体もリフレクターもこうやって根元でボールでグリグリ動くのと、ここの根元の基部が動くんで、こういう感じに動かすことができますという感じです。反対側も同じです。反対側は最初からあれだね、真ん中が出てるんだね。だから一旦開いて、真ん中入れて、一番下を畳むと。こういう感じです。そしてさっきと同じように、ここもこうやってつけてあげる。はい。これ若干保持力落ちてくると、多分普通にペローンって開くと。これちょっと開き気味なのは、まあちょっとかっこよくないですね。はい。で、あと、サテライトキャナ。これも、ここのところに丸い穴があるんですね。ボールジョイント用の穴がある。で、それが、ここですね。ここに玉がついてるんで、ここの部分に、はい、こんな感じでつけます。で、このようにつけるんですけど、これつけるとき非常に硬い。個体差かもしれないですけど、硬いんで、これかパネル、背中から外して、この状態で、こうやって入れてあげた方がいいです。外しても硬いです。これ非常に注意だね。この状態でやると、このパネルの根元の基部、これが折れるか、手滑って角を折るか、腕の関節壊すか、多分どっかしらやるかもしれないんで、ちょっと注意が必要ですね、ここ。はい。一応こんな感じで取り付けました。はい。フル装備っていうか、がこんな状態ですね。はい。で、この状態でも、基本的な体のところは変わらないですね。で、腕を後ろにやったりするときに当たりそうならボールジョイントなんでこうやって避けたり、ここのパネルもこうやって避けてあげれば、はい、腕は当たらないですね。こんな感じです。一応装備品としてはこんな感じで背中のはつけました。で、次、シールドとライフル。シールドとライフル。で、ライフルの方は専用の手首。銃持ち用の手首があるんで、こちらの方をここに、まあ、いつもの通りですね。ぐにゅぐにゅっとくっつけてあげる。そして、今ついてる手首を取って、この手首をつける。で、その際、ここのジョイントですね。ここの手首ジョイントが、この向きだとつけにくいんで、ひねって、縦向きの角になるようにしてあげた方がつけやすいかもしれないですね。こういう感じです。これでライフルつけました。で、あとシールド。シールドの方は腕のここの関節のすぐ下のこの四角。この四角のところにこのシールド。これの根元をここにブスリと刺してあげると。はい、こんな感じ。はい。これで一応フル装備。ライフルもシールドもつけたのがこんな状態です。で、昔の500円ですね。確か500円だったかな。のプラモデルの時は、このシールドは手首ですね。こちらの方に持たせるような形でした。それが腕マウントに変更になってたりとかしてますね。はい。もうその500円の頃から比べるとすごくかっこいいですよね。これがもうフルカラーで組み立て済みで出るんだから、いい時代になったよね。はい。そして次、今回ちょっと手持ちはさせないんですけど、先ほどご説明した、サーベルですね。
で、これを取り使う、これ使うときには、このパーツを、ちょっと一旦、フロント外し、サイドアーム外しまして、ここから取り外します。こういうことですね。こうやって外します。外し方としては、一旦戻しまして、このサイドアーマーの、こう、下を外して抜く。入れるときは逆ですね。上入れて、下を入れる。そんな感じです。で、可能だったらこれ、サイドから取ってやった方がやりやすいです。はい。一応こんな感じ。で、まあ、とりあえず外し方ですね。で、このサーベルの刃。こちらの方を、手首ですね。手首の方に、まあ、ライフルの時と同じように、まあ、ぐにゅぐにゅっと持たせると。こんな感じ。そして、刃を取り付けてあげる。こういう感じで持たせてあげる。で、アニメのオープニングの映像とかだと、逆手持ちやってたんですよね。これを、こっちが刃入る部分ですね。なので、これを逆にして、まあ、持たせ方としては一緒ですね。ぐにゅぐにゅっとやって、こうやってやれば逆手持ちできます。はい。こういうことだね。こういうふうに持ってる状態に下にすることもできたりしますね。はい。じゃあ、こんな感じで、ビームサーベルというか、ハイパービームソードだったっけな。はい。そちらの方は、これで完了とさせていただきます。ではですね、最後に、ツインサテライトキャノンの状態にしていきたいと思います。まず、ちょっとシールドを外しますね。はい、シールドを外して、あとライフル。これも今使わないでちょっと取っちゃいます。一応これで素の状態ですね。こうしましたら、本来は背中を開いたりしながらやるんだけど、まず足ですね。足のこの黒っぽいパーツ。これ取って、ここの内側に入ってる、このフィンみたいなこのパーツ。これを取っちゃいます。はい。で、取っちゃったら、今度は、このフィンが展開してるやつですね。こう展開してるやつで、さらに、ここの丸ですね。丸の下のところに四角い板みたいなのがあるんですけど、ここに LR って書いてるんで、ちゃんと、形合うようにはめますと。まあ、左足なんで左 L 入れました。して、ここの上のところにあるこのピンみたいな突起部分に、この突起ね、この突起部分に先ほど外したパネルをはめると。そうすると、ここの部分が開いた状態になりますよと。はい。反対も同じように行います。はい。両足を行ったのがこんな状態。こうですね。で、腕も同じような要領ですね。腕のカバー外して、このグレーのパーツ外します。で、このグレーのパーツ自体は特に左右は書いてないですね。はい。で、ちなみに、これは書いてあった。こちら外した足のやつはこのグレーの部分にちゃんと L という刻印が入ってます。腕の部分は特に LR はなさそうですね。で、外したここの部分に、これですね、腕。腕用のやつを、こうだね。このように取り付けて、カバーを付けますと。はい。反対も大事ですね。外して、外して、パネルを付けて、カバーを戻しますと。はい、こんな感じ。これで両腕できました。そしたら今度背中のパネルを展開していきます。で、この状態じゃ開けないんで、一旦後ろの方に下げて1枚開きます。そして中の1枚も開きます。はい、開くとこんな感じ。反対も同じく後ろの方に後方に下げてパネルを開く。で、さらにもう一枚開く。こんな感じ。もう先ほどまでの白と、まあ、赤き、あとここの黒っぽい色から、さらにこの金色っぽいこのパネルの色が増えて、で、肘部分のこれもクリアかな？クリアですね。クリアのこれが増えてるんで、色味が一気に増えましたね。はい。こうしましたら、肩ですね。上から見ると、肩のこのグレーのやつ。これを、引っこ抜きます、横に。で、これそんなに今触ったんですけど、そんなにきつく入ってない感じだね。結
構右左側のスッと今抜けてましたね。はい、両肩グレーのパーツ抜きました。そして抜いたらこのスコープパーツですね、このスコープ側が顔の前ですね、前面側に向くようにこれをここにこうやって今軽くセッティングしておきますね。はい、こんな感じで、実際の本物はまあこのスコープがこの中に入ってて、これが起き上がりますっていう設定になっております。まあとりあえずここまでセッティングしたら、この背中のキャノンをギューッと真上に、同じく真上にこう向けます。でこう向けたらこのキャノンをガシャコッガシャコッと伸ばしますと。はい、で伸ばしたらこう倒してくるんですね。完全に真ん前に向くようにした方がいいんじゃないかな、こういう感じ。こっちも同じく真ん前に、でその際かアンテナですね、角部分にあまり当たらないように調整してあげた方がいいですね。でこうしたら肩のこれでここ挟んであげると、これでこうやってカチャッてこういう状態にしてあげる。はい、この肩のここでこのツインサテライトキャノンですね、これをまあしっかりマウントするっていうか、まあ押さえてあげる、そんな状態になります。なので、肩ですね、この肩がこれと完全に接続されちゃうんで、肩自体の制限が非常にかかっちゃう感じ、そんなによく動かなくなりますね。ただ今現在はここの根元、これが根元すごくきついんで動きにくいですけど、これもうちょい調整してあげると、ここのボールジョイント、ここのボールジョイント、肩のボール、ここの3点とここの根元の部分でこうやって動くんで、多少の自由度があると思います。ただ今現状としてはちょっと硬いんですけど、こんな感じでしっかりと、保持してあげることができる。これマスターグレードのガンプラですねの方でもこれ出てますけど、こんな感じでしっかり多分保持することができるんじゃないでしょうか。こんな感じですね、こんな感じで、ツインサテライトキャノン構えることができます。多分シールドはこのように根元でグリグリ動くのと、ここですね、ここの部分がこうやって動くんで、こういう開いた状態にすればここにマウントした状態で、こっちの手には何も持ってないんですけど、ライフルをこうやって保持させることもできると思います。はい、一応こんな感じですね、こんな感じでロボット魂の、ガンダムダブル X の方をご紹介していきました。はい、いかがだったでしょうか。これはね、一度触ってみるのはいいと思うね。特にその500円の方を一度でも組んだことある方にはちょっとおすすめですね。どれだけその旧プラモデルを触ったことある人が、今のこのやつの進化を感じれると思いますんで、はい、一度触ってみてはいかがでしょうか。ではですね、一旦こちら下げまして、はい、ではこのコーナー行ってみたいと思います。はい、今回のカードはこちら、オーガです。はい、こんな感じでした。ではダブル X 戻しまして、一応こんな感じでご紹介終了したいと思います。次回はこのダブル X を、見たらわかると思いますけど、最初の方にも言いました、これと合体するとあるものを、はい、ご紹介したいと思います。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。